ダウンマニアが選ぶ今年大本命の主役ダウンをね、ご紹介していきたいなと思います。去年は定番のこのマヤってモデル買ったんですね。で、モンクレール自体はどうなんていうのって、一着だけで言うのってまあ偉そうじゃないですか。だから今年ちょっと頑張って無理して買わせていただきました。はい、本日はですね、ダウンマニアが選ぶ今年大本命の主役ダウンをね、ご紹介していきたいなと思います。ということで、以前からチラチラと言ってました。モンクレールって僕持ってるんですけど、一着だけじゃ分からへんから、二着目なんか今年買いますと。去年は定番のこのマヤってモデル買ったんですね。で、当時はまだ20万円やったんですけど、今なんと26万円まで値上がりしておりまして、中身何にも変わっておりません。で、まあこの過去動画でいいとこ悪いとこっていうのは以前紹介したと思うんですよね。ただそれはマヤのいいとこ悪いとこでしょと。で、モンクレール自体はどうなんていうのって、一着だけで言うのってまあ偉そうじゃないですか。だから今年ちょっと頑張って無理して買わせていただきました。で、それがですね、今回こちら買ったのが、下にも書いてあると思いますけど、なんて読むか分かりません。ビューユーダーみたいな感じの名前になっております。で、着用した感じはね、こんな感じなんですけど、まあネイビーもね、非常にかっこいいかなと思ったんですが、前回買ったのがブラックで、ネイビー買ったらあんま違いないなと思って、今回ねこちらのカーキというかオリーブをね買いました。で、この色は僕のちょっとパーソナルカラー的にも合う色なんで、色見た瞬間、あ、これ絶対合うと思って着てもないのにポチりましたね。で、だから着るのが今回初めてで、どんな感じなんか自分でもあんま分かってないんですけど、こういった形になってます。サイズはね、3っていうサイズ買ってます。普段いつも僕、まあ、前回もそうやったんですけど、モンクレールって1、2、3っていくんですけど、3がちょうどいつもいいんですよ。だいたい3はね、180前後の方は3かなと思います。僕自身が178センチの69から70行ったり来たりしてるんですけども、まあ、だいたいそれやったら3かなと。で、2にすると、2でも着れるんですけど、前の時に来たらね、手を前にした時に足りなかったんですよ。それ3でもギリでしょ。見てください。ギリ足りてるかなっていう感じなんやけど、時計とかしとけばいけると思いますけども、ちょっとギリかなって感じじゃないですか。だから2にするともう全然足りひんっていう状態だったんで、まあ、3にしております。店員さんからは2でがいいですよ、タイトめに来てくださいって言われたけど、いやいや、これ動くこと考えたらどう考えても3やろと思って、3で僕いいですって言って3にはしたんですけど、まあ、今回も、全く試着せずにオンラインでポチったんですけど、まあ、3でよかったかなと思います。皆さんはね、絶対購入は試着された方がいいと思うんですけど、下のねリンクから見てもらったらこの商品ページ見れると思うんですけども、まあ、見てもらってできれば直でこう行ってきた方がいいかなとは思いますね。で、僕今回ね、これは普段この辺のダウンジャケットとかも全部レンタルに出してるんですよ。だから着たいなと思う方とか、特に今回直近であったのがオーロラ見に行くから、夫婦用で2着レンタルしたいってことで、アンタークティカパーカーってこのノースフェイスのやつとか、バルトロとか、ヒマラヤンとか、そのあたりちょっと借りたいっていうお声あって、実際借りられた方もいらっしゃるので、この辺もレンタルはしてるんですけど、これに関してはね、もう完全にもう自分のプライベート用で買おうと思って、まあ、どうせ買うんやったら動画で紹介しようっていう感じになってるので、これはちょっとレンタルに、ね、出してないんですけども、公式サイトの方を見てもね、なかったから、もしかしたらもうないモデルなんかもしれないんですが、ただモンクレールってね、このボア付きのやつちょこちょこあるんですよ。僕は今回このジャケットを買ったポイント、モンクレールのダウンスーツってほんま100種類ぐらいあるんですよ。で、その中でね、2、3種類絞ってていいなっていうのが、まずこれと、もう一個がなんか花柄みたいな、ヌプシみたいな感じのやつがあったんですけど、それはね、いいなと思ったんやけど、ちょっと子供っぽいかなと思って、ほんまはその柄に行きたかったり、あとそれ以外にもバンダナ柄っていうんですかね、なんていう柄やったかな、なんか正式名称忘れたけども、それもね、今年の新作で40万ぐらいするってやつやって、どうしようかなと思ったんやけども、まあ、結局こちらを買いました。で、まあ、買った理由としては、もうとにかくこのちょっとブルゾンっぽい感じ、なんかダウンジャケットっぽくないじゃないですか。で、なんでなんかなと思ってね、理由こうやって見ていくと、実際こうやって着たら分かったんですけど、この袖口とかの生地見てもらったら、こうマットな素材感なんですね。で、この身頃のところはよく皆さんが言うモンクレールってテカテカやから嫌じゃないっていう、このテカテカが採用されてるんですよ。だからこの表の身頃だけ見たらめっちゃダウンっぽいんやけど、横から見たりしたらなんかちょっとブルゾンっぽいっていうかね。で、またこの襟元のボアがよりダウンジャケットっぽくないようなね、仕様になってるんじゃないかなと思って、あ、これあんま見えへんからええやんと思って、ポチりました。で、ちなみにこのね、ボアはね、まあ後でも言うんですけどね、普通こういうのってポリエステルじゃないですか。じゃなくてポリエステルも入ってるんやけど、ウールが、本物のウールが 27% 入ってるんですよ。だから相当あったかいと思います。でも相当あったかいんやけど、逆に相当デメリットもあるんですよ。だからまあそれは本物やからいいんやけど、まあその分デメリットもあるっていうような感じで、まあ一応選んだっていうのがね、理由になってます。で、問題は暖かさですよね。その前は定番で完成されたモデルやからいいけど、他のモデルはどうなんかなと。じゃあこれは一番ベーシックな、一番売れるやつやから力入れてるかもしれんけど、他のやつはちょっと手抜いてんちゃうかと思ってね、実際これ買ってみたんですけど、暖かさに関してはやっぱりね、パターンナーさんが一緒やからかしてね、すごい体にフィットしますね。で、無駄なフィット感っていうか、そのなんていうか、きついフィット感じゃなくて、大事なところフィットさせる、こことかをフィットさせて、肩周りだけちょっと余裕があるんですよ。だからちょっと動かせるようになってて、身幅に関してはちょうどいい感じの、包み込まれてるようなねスタイルになってるんじゃないかなと思います。なので着た感じはあんまり前と変わりません。ただ首元がより前よりあったかいかなっていう、このひんやりする感じがない、もう着た瞬間からもうふわってこう包まれてる感じだから、ちょっとウールが入ってるからね、
暖かいのはいいんやけども、ちょっとチクチクもしますね。だから人によったらこれウールのチクチクさが嫌やねっていう人はちょっとやめた方がいいかもしれないようなジャケットです。僕ねもし着るんやったらこのフードはね、まあ、もし着るっていうか多分着るんやけど、これはねちょっと外したいなと思ってね、これで着るんちゃうかなと思います。あんま僕フードが好きじゃないので、まあこういう感じでロンティーの上に羽織る用で作られてるから、あんまごちゃごちゃ重ね着せえへんと、まあ、ロンティーとかこう薄めのやつにこうパッてシャツとかぐらいで羽織るような感じになるんじゃないかなとは思いますね。まあモンクレールやけどなんかちょっとやっぱカジュアルな雰囲気出てますよね。でこちらね今回お値段がですね、なんと256,300円ということで非常に高いお値段になっています。僕ね前学校の先生やってたんですけど、学校の先生の1ヶ月の給料の手取りでしたね。29歳の時の手取りがだいたい25万円ぐらいだったんで、ほぼほぼ同じぐらいになってます。1ヶ月の給料丸々使ってダウンジャケット買うってちょっと頭おかしいんですけども、ということで、まあ、頑張って買わせていただきました。でこの前ってモデルが26万700円、まあ、ちょっと一回着てみましょうか。まあ値段の差だけで言ったらね4400円、4000円の違いなんで、まあどっちもどっちっちゃどっちもどっちなんですけど、まあ、モンクレールの定番の基準って25万円前後なってんねんなっていうところがね、まあこれで分かるんじゃないかなと思います。まあ、着た感じもどっちかって言ったら前の方がやっぱ柔らかいですね。生地感が柔らかいから、このマットな生地感の分ちょっとシャリシャリしてるというか、動きやすさはこの前の方が動きやすいんちゃうかなと思います。まあ見た目がねあとは好みとかあるとは思うんですけど、そういう値段の違いがありますよと。で中身とかはねほとんど一緒です。ここにモンクレールって入ってて、モンクレールって入ってて、他にもねあのフランスのしっかり認証を受けた、国際機関の認証を受けたダウンが使われてますよっていうこともそうなんですけども、そういうことが書かれてます。まあ、直近でねこういうねナンガのねホワイトレーベルとか僕持ってるんですけど、まあ着た感じはあんまり変わらんかな。もしかしたらナンガホワイトレーベルの方がいいかなっていう感じはありますし、やっぱこういうパタゴニアまで落としちゃうと結構このダウンの量がね少なくなったなっていう印象はあるんですけども、まあ値段がねやっぱ20何万しちゃうから、まあそれはねもちろんそれ相応のクオリティがあるかなとは思うんですけど、まあこれね人気のブランドですよね。やっぱね腕はもしかしたらこっちのモデルの方が割ったダウン量多いかもしれないですね。だから曲げづらいかもしれない。生地がごついっていう感じもそんなないんですよ。めっちゃ分厚いじゃなくてむしろ薄いんやけど、中綿がちょっとこっちの方が多いんちゃうかなっていう感じですね。より前よりもうちょっと寒い時向けっていうか保温力がねいる感じになってるんちゃうかなと思います。ただねこれねデメリットにもなってくるんだけど、内ポケットないんですよ。だからポケットってこれ今見えてる胸ポケットがこの左に1個で両脇だけなんですよ。だから3つしかないから、まあタバコ吸ったりせえへんねやったら家の鍵とスマホと財布でエアポッツ、まあギリいけるかなって感じで、あとついでに地方行った時に行く飲み屋の姉ちゃんの名刺、まあギリかなっていう感じですよね。まあ、ポケットが少ないことはねまあまあ全然いいんやけど、ただこれねさっきも首のところで言ったんですけど、ウール使ってるじゃないですか。でウール使ってるからこのちょっと硬い感じ、チクチクする感じも若干あるっていうともそうなんやけど、それ以外にもウール使ってると雪とか水に濡れるとちょっとダメなんですよ。だからめっちゃ雪吹いてますとかめっちゃ雨降ってますっていう時なんかにびちょびちょに濡れたりするとちょっとまずいんじゃないかなっていうところがありますので、まあアウトドアのねダウンジャケットじゃないから仕方ない仕方ないんですけども、まあそういうとこは気になるよねと。あと匂いですね。やっぱもう本物の動物の毛使ってるから、こうどうしてもほったらかしてくると皮脂がついてそっからまた匂いが出てくる可能性もあるので、まあクリーニングはもう細かく出していかなあかん。こういう系のナイロン系のジャケットって多少1年2年クリーニング出さなくても匂いなんかしないんですけど、やっぱこういうね天然素材使ってくるとどうしてもねあんまずっと洗わへんとかもう放置し続けるっていうのがちょっとまあ微妙になってくるんで、まあ例えばこの首のところには中綿入ってないんですね。だからここだけ手洗いするとかっていうのは手としてあるんですけど、まあ、それがめんどくさいって方は、まあ、毎シーズン必ずクリーニングは出していかなあかんやろなっていう、ちょっとメンテナンスがめんどくさいんちゃうかなっていうところがね今思っております。じゃあなんでお前買ってんねんって話なんやけど、まあ良かったところっていうのは、まあ、僕結構寒がりなんですね。だから去年もそうやったんやけど、このモンクレールのマヤがね相当あったかいっていうことは分かってて、しかもあったかいのが軽くてあったかいから全く疲れへんと。だから長距離に移動してて新幹線乗ってたりして、僕東北行ったりしたんですけど、その時着てても全く疲れないんですよ。でもコートとかやったらやっぱ首凝ってきたり肩凝ってきたりするんやけども、全くそれがなかったから冬場は多分使えるんちゃうかなと思ってね、この軽いモンクレールを2着目買ってみようと。でそれの上でこのボアがついてるからちょっとまあ1着目と差別化できるじゃないですか。だからどんな感じになってるんかなっていうところでね、今回試しに買ってみました。だから暖かさはおそらくアップしてるんじゃないかなと思うので、前よりもうちょっと暖かいモデルが欲しいって方はこういうボア付きのモデルが何個か出てて、他にもねもっとかっこいいこのボディもねマットのやつあったんですよ。これめっちゃかっこいいやんと思ってね、このボディマットバージョンかっこいいやと思ったけど、ブラックしかないんですね。ブラックしかないし、もっと言うと値段めっちゃ高いんですよ。40万ぐらいするから、ちょっとね僕のお財布事情じゃちょっと手が出ない、もう全く手が出ない。もう42ですか、あ
すいません失礼しましたって言ってもうすぐ終わりましたんで、それぐらい、まあ、値段はね、モンクレールでもう全く値段のこと考えんと買いたいって言ったら大体50万はいるから、50万あれば、まあ、それ相応のモデルはどれでもいけるんですけど、30万以下で買わせてくださいって言ってくると、まあ、なかなかちょっと数は限られてくるんですけど、まあ、その中でね、こちらのダウンを購入したということになっています。まあ、実際問題こういうボアのやつを使ってみるっていうのも一つ面白いとは思うんですけど、まあ、これがお客さんにとってどうかですよね。実際着ていく中でうわちょっとこれ色変わってきたなとか、皮脂の油すごいなとか、匂いすごいなとか、あとこういう切り返しのデメリット何があるんかっていうのも使ってみようなわからないんで、まあ一回使ってみてね、どういう感じなんかっていうのを、ね、出していきたいなと思います。でまあ来年以降もし仮にもう僕キーってなったりしたらまたレンタル出すかもしれんし、もうそれ手放すかもしれんし、ちょっとわからないんですけど、まあ今年一回ちょっと着てみようかなということで購入させていただいたということで動画になってます。ほんまね、今ちょっと着てるだけでもね、もう脇汗かいてくるぐらいなんでね、これでなんとか今年の冬も乗り切れるんじゃないかなということで、本日はですね、モンクレールのダウンジャケットを紹介してみたい動画になってます。また別号でお会いしましょう。ありがとうございました。